皆さんこんにちは、メカニカルテディです。メカニカルテディは男女ツインボーカル男女ツインギターの、ラウドコアバンドでございます。はい、そんなメカニカルテディが今回7月22日に、はい、ニューアルバム、ハッピーデッドコースターを発売することになりました。はい、というわけで、ね、7曲入りとなっております。まあ、ハッピーでベッドで、コースターということで、乗り物のような感じ で、 です、ね、大変わかりやすいアルバム名となっております。はい、はい、こちらのアルバムをこちらのサイトでご購入いただいた方には、私たちが心を込めて書いたサイン入り写真を先着でプレゼントさせていただきます。あ、もう買えちゃうんですね。買えちゃうんだよ。あ、もらえちゃうんですね。もらえちゃうんだよ。買ってね、買ってね。 HMV といえばですね、あの我々何年前、5年前ぐらいでしたっけね、あのアイアンエンジェルというあの超メタルの体験というイベントがありまして、あのその節はあの 2days のトップバッターとしてメカニカルテディ出演しまして、大変盛り上がりまして、その時にリリースさせていただいた Q というアルバム以来のここの動画の登場となります。まあでもめちゃくちゃ楽しいライブでしたよね。そうっすね。今でも楽しいよね。いい思い出です。今は今も楽しいです。そんなそんなそんな楽しいメカニカルテディのライブがあるんですね。9月19日月曜日なんですけど、祝日です。場所は吉祥寺クレッシェンド。そして10月8日土曜日です。はい、場所は同じく吉祥寺クレッシェンドにて見てワンマンライブをやります。そのワンマンって、はい、何来てくるの、ね、何来てくんだろうね。というわけでですねメカニカルテディ、今回のアルバム発売に伴って、アルバム記念 T シャツ作りました。こんなんです。まあ若干見切れてる感はありますけど、ね、いいと思う。先ほどお知らせしたライブ会場のと、オンラインショップフリーマートで、ゲットできます。ゲットしね、ゲットしね。はい、というわけで最後になりますけれども、メカニカルテディハッピーデッドコースター、本当ハッピーデッドコースターの名にふさわしいですね。本当にあの遊園地のような、まあ、バラエティー色豊かな、楽曲7曲入りで皆さんにぜひ楽しんでいただけると思いますので、ぜひぜひご購入いただいて、ライブ会場に遊びに来てください。というわけでメカニカルテディでした。ありがとうございます。